スーフィー朝は、かつて、ホラズム地方に存在していた、トゥルク経営の国家である。王朝が存在していた期間は1361年から1379年までと、短かったが、滅亡後に、スーフィー朝の王族は、ティムール朝の下で存続し、1505年に、ホラズム地方が、ウズベク系国家のシャイワーニー朝の支配下に入るまで、断続的に、ホラズム地方の知事を務めた。 王朝の君主たちは、過去に、ホラズム地方に存在した国家の君主と異なり、ホラズムシャーの称号を名乗らなかった。ティムールによる、ウルゲン地方位13世紀前半に、ホラズム地方が、モンゴル帝国の支配下に置かれた後にホラズムは二分され、北部は、ジョチウルス、南部は、チャガタイウルスが統治していた。スーフィー城は、ジョチウルスのウズベク藩の女性である有力者ナングダイを、 祖とする。1359年にベルディベクハンが没した後、スーフィー城は、ジョチ家の王子ヒズルに、軍事援助を行い、彼を、範囲につけたと伝えられている。南ン大のこの一人であり、スーフィー城の実質的な創始者であるフサインは、コンギラドブの出身であり、ジョチウルスに属していた。1360年代に、ジョチウルスが無政府状態に陥ると、フサインは、 ホラズム北部に独立した国家を建てた。フサインは、クフナウルゲン地を中心に、ホラズム北部を統治し、1364年から彼の名を刻んだ貨幣を鋳造した。さらに、マーワラアンナフルを支配する西、チャガタイ半国の混乱に乗じて、フサインは、ホラズム南部のキャートとヒバを占領する。しかし、チャガタイウルスの支配地である、 ホラズム南部への進出はティムール朝との対立の原因となる。スーフィー朝がキャトとヒバを占領した当時のマーワラアンナフルは有力な支配者が不在の状態だったが1370年にティムールによってマーワラアンナフルの統一が回復される。1371年にティムールはフサインに対してキャトとヒバの返還を強く要求した。フサインが返還を拒否したため 1372年に、ティムールの軍がホラズムに侵入した。侵入後間もなく、キャトがティムールに占領されると、フサインは、ウルゲンチの守りを固めて牢上するが、ティムール軍のウルゲンチ包囲中にフサインは救世した。スーフィー朝の君主の後を継いだ、フサインの兄弟ユースフは、キャトとヒバをティムール町に割譲して、和平を結んだ。ホラズム北部は、 スーフィー長の元に泊まっていたが、1373年にティムールがモグーリースタン遠征に出陣した間に、ユースフがキャトとヒバの奪回を試みて、ティムール朝の領土に侵入した。同年冬にティムールは第二次ホラズム遠征を行うが、ユースフはすぐさま謝罪し、ユースフの娘ソユンベグをティムールの王子ジャハーン・ギールに嫁がせることで和平が成立した。 1375年にユースフは和平を破って、再びキャトとヒバを包囲するが、ティムールに敗北する。1379年にユースフはティムールが留守にしていたマンワラアンナフルに侵入し、サマルカンド周辺で略奪を行った。この時にユースフはティムールに一騎打ちを申し込むが、ユースフは指定した期日になってもウルゲンチの大門の前に現れず、決闘から逃亡したフサインは、 家臣から軽蔑された。ウルゲンチはティムール軍の包囲を受け、ユースフは包囲中に没した。ティムールはウルゲンチに降伏を勧告するが、ウルゲンチは降伏を拒絶した。3ヶ月の包囲の末に、ティムール軍がウルゲンチを陥落させた後、都市の住民は虐殺され、市内に火が放たれた。ウルゲンチ陥落後も、スーフィー朝の王族は、ホラズムの支配を断念しなかった。 スーフィー城の君主スレーマンは、ジョジュルスの徳タミシュ藩と同盟し、1387年に、徳タミシュのマーワラアンナフル侵入に抗伍して、反乱を起こした。ティムールはホラズムに駐屯していた、徳タミシュ軍を撃つために侵軍し、再び、ウルゲンチを破壊した。ウルゲンチの住民は、サマルカンドに連行され、町は一部を除いて徹底的に破壊され、さらちに、 大麦の種がまかれた。この時にスレイマンはホラズムから追放され、トクタミシュの元に逃亡した。1391年、ティムールはキプチャク草原遠征の直前にウルゲンチを復興させる命令を発した。独立を喪失した後も、スーフィー朝、14世紀末にスーフィー朝の王族であるヤークがティムールの軍の中で高い地位を得た。1393年に、 ヤックは、反乱を起こすが鎮圧され、逮捕された。15世紀もホラズム地方は、ティムール町の支配下に置かれていたが、しばしば北方のウズビク族の侵入にさらされた。スーフィー朝の王族の中には、ホラズム地方の知事を務めていた者もおり、一定の影響力を有していた。1505年、チンスーフィーがホラズムを統治していた時代に、ホラズム地方は、 ウズベク国家のシャイバーニーチョに併合された。アクスーフィーフサインスーフィーユースフスーフィーベイランク、マイイング、スレーマンスーフィー。ありがとうございます。